今日は時短でビビンバを作っていきます。まず鍋2つに水を入れて沸かします。お湯を沸かしている間に野菜の下準備をします。人参は1/2本の皮を剥き細切りに、ほうれん草は水で洗い3センチから4センチ幅に切ります。もやしを袋から出して下準備は完了です。水が沸騰したら片方の鍋の火を止めます。卵をゆっくり入れ12分放置しておきます。もう片方の鍋の火は止めず、下準備した野菜を人参、もやし、ほうれん草の順に入れ、全部入れ終わったら2分30秒茹でます。時間が経ったらザルにあげて、冷めるまでの間で肉そぼろを作ります。油は引かずにそのままひき肉を入れていきます。上からトントンと叩くようにしてパラパラになるまで炒めます。12分経ったので卵をお湯からあげます。卵は水に浸しておいてください。ひき肉全体に火が通るまで炒めます。このくらいになれば OK。 調味料を加えなじむまで炒めます。水分が少なくなってきたら完成です。野菜の熱が冷めたので水分を絞っていきます。しっかり水気を絞らないと味が締まらず美味しくなくなってしまいます。最後にキッチンペーパーを上から押し当てます。ごま油、醤油、鶏ガラ、塩で味付けし、よく混ぜたら完成です。ほっかほかのご飯を器に入れて、肉そぼろは多めに入れちゃおうかな。ナムルもたっぷりのせちゃおう。キムチはお好みの量をオン。緊張の瞬間、綺麗に作れてました。仕上げに白ごまとコチュジャンを添えて完成しました。美味しそうでしょ。15分で作れるので、よかったら作ってみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまたねー。